はい、皆さんこんにちは、漁師のシュウです。今日はですね、なかなか今までお見せすることはなかったんですけども、僕が通常、メインの仕事でやっているダイビングの観光業とは違って、今コロナの影響でうちのお店も休業しているような状況なんですけども、その間にやっぱり仕事が何もしないわけにはいかないので、漁師として働いています。で、これはしっかりと漁協に加入をして、漁業権を取って行っていることなんですけども、僕が主にやっているのは水中銃を使った突きんぼ漁っていう漁です。で、くれぐれもですね、こういうことは漁業権がない方が真似すると危険ですので、それだけはちょっとご了承のもと、この映像を見ていただければなと思ってます。で、僕が漁をしている様子を少し水中映像を撮ってきましたので、どんな感じで魚を取っているのかなと、日頃僕が魚を見せる仕事から魚を突くという仕事に切り替わっているような、そんな動画を見ていただきたいなと。で、今回取った魚とかも毎日毎日氷漬けにして宮古島の漁協に出荷をしています。そうにして今僕のお店の経営を成り立たせているような状況です。なので、観光業とまた漁業といろいろな顔があると思うんですけども、ちょっとそういった見方で見ていただけたら少し面白いんじゃないかなと思います。ぜひですね、僕の水中銃を使った漁、こちらの映像をご覧ください。はい、目の前に大きな小正鯛を発見しました。穴の中に潜んでいる小正鯛を狙っていきます。ゆっくりとアプローチして、小正鯛は動きが鈍いです。はい、当たりました。ゆっくりと小正鯛を回収しに行きたいと思います。小正鯛は個体が大きくて狙いやすいのと、岩陰でゆっくりしてくれているので比較的取りやすい魚の一つです。ダイビングでも人気ですけども、この魚はお刺身にしてもとても美味しい魚です。お刺身や煮付け、いろいろな食べ方で沖縄では重宝される魚の一つです。今から少しまだ急所を打てなかったので暴れているので、脳締めをしてエラから血抜きをしてエラ同士をしていく作業に入っていきたいと思います。まだ生きている段階で血を抜いて、そこから他の魚を取りに行く間、ずっとこの血で血を抜いていくことによって、魚の身が臭みをなくして美味しい刺身で食べられるような状況になっていきます。これが小正鯛の、今締めた後のエラ同士の状況です。はい、ちょっと大きめな魚を発見しました。3匹4匹かで回っているんですけども、こちらはですね、南洋ブダイという魚です。沖縄では非常にお刺身で重宝されます。長持ちするし、冷凍してもその後でも美味しいということで、夜の潜りとかそういうところでもかなり皆さんが狙う魚です。昼まで取ることは珍しいんですけども、はい、今打ちました。大きな、一番大きなやつをゲットです。まあまあいいとこついたんですけども、ブダイは非常に暴れるので、早めにエラ締めをしていきます。で、ブダイは暴れることによって血もたくさん出るので、この後に結構サメが寄ってきたりとかすることがあります。今はですね、まず最初にエラ同士をしてから、まずはついたシャフトを抜いていくというような作業になってきます。はい、次に見つけたのが、岩陰でちょろちょろするトガリエビスという魚です。比較的赤い魚でキラキラしていて、洞窟とかそういう中に潜んでいるような魚なんですけども、この魚も非常に高級な魚です。打ちます。ヒット。この状況から、この魚はですね、ちょっと厄介で、胸びれ、それから頬の横、そこにかなりの毒性のあるエラを持ってます。なので手でギュッと掴むときにかなり刺される可能性があるので、まずはナイフで締めるところから入っていきます。極力エラに気をつけて、脳締めを行ってからエラ同士をしていくというような形になってきます。この魚も非常にお刺身が美味しくて、高級な取引をされているようなお魚の一つです。はい、目の前に寝ているハタを発見です。打ちます。ヒット。このハタは関門ハタというハタです。比較的おとなしいハタなので、そんなに打つことは難しくないんですけども、今急所をついて失神させているような状況です。ここから、この魚の血抜きを行ってエラ同士をしていくような感じです。はい、穴の中に大きな魚が何匹もいます。
そこにですねサメもいるのでちょっと撃つのを警戒したんですけども、中に今見えたのがムスジコショウダイ、それからその奥に大きなアヤコショウダイ、そしてヒメフエダイ、ちょっと個体の大きなものが連続にいて、どれを撃とうか非常に今悩んでいる状況です。で近くにサメも回っているので、撃った瞬間にサメがアクションを起こす可能性があるので少し躊躇をしながら狙っています。で定めたのは奥にいるアヤコショウダイです。撃ちます。当たりました。今撃って、シャフトを回収しに行きたいと思います。アヤコショウダイは個体がとても大きくて、コショウダイの中でも比較的一回りも二回りも大きな個体です。まあ、こういった群れはダイビングでは楽しくこの群れを写真撮影とかするんですけども、実はこの魚もとっても美味しい魚で、市場では沖縄の市場では、割と出回っています。刺身でも美味しいんですけど、このお魚焼いてみるととてつもなく脂分が乗っていてとっても美味しい魚です。今取ったこのアヤコショウダイ、血抜きをしながらエラ同士していきたいと思います。はい、今小さな穴の中に一匹追い込んだ魚がいます。ヒメフエダイって沖縄ではミミジャーと呼ばれている魚なんですけども、こちらも非常に美味しい魚です。ただ穴の中なので水中銃のゴムを2本引いてしまうとシャフトを突っ込んでしまう可能性があるので1本でいきます。ちょろ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 してますけども、次に出てきた瞬間撃ちました。はい、ヒットです。ただこの時強すぎてシャフトが岩に突き刺さってないか少し気にしながらですね、ゆっくり取り出していきます。あ、よかったです。突き刺さってなくて、しっかりと魚もゲットしてます。はい、この魚ミミジャーという魚です。この魚もですね、煮付け、それから魚汁、またお刺身、どれにしても非常に美味しい魚です。宮古島では特に重宝されているような魚ですね。脳締めして、それからエラ締めをしていきます。はい、目の前にカラフルな魚を発見しました。沖縄ではよく食べられるブダイの種類で、この魚は色ブダイと言います。動きは比較的ゆっくりで、はい、今ヒットしました。で、急所を当ててるので比較的気絶してくれて助かったんですけども、ブダイの種類はここからめちゃくちゃ暴れるので、まずはエラ締めをして、エラを取って、そこから血抜きに入っていくような状態になります。非常にカラフルなんですけども、このお魚もお刺身とか魚汁とかで沖縄ではとっても美味しくいただくような魚です。今血抜きをしてエラ同士をしていくような状況です。はい、今見ていただいたのがほんの一部なんですけども、実際は今は毎日毎日午前中漁に出て、それを出荷してというようなことをやってます。で、午後になったら島の方の、シュノーケリングとか、またはダイビングとか、そういうのをやっているんですけども、まあ少し観光業が停滞してしまっているような状況で、自分たちがどうに生きていくのかっていう考えた時に、僕が水中でできることって言ったら、やっぱりこういった漁をして、しっかりと魚を出荷をしていく、食べるところまで行く、そういうような形で、自分が取り組んでいる事業の一つです。なので観光業と漁業のリンクっていうのは僕の中ではとても大切なことだなと思っていますので、今回動画の発信をしました。各地域で漁業者と、ダイビング事業者、まあ、観光事業者っていうのはぶつかりがたくさんあったんですけども、本来は共通の海を資源として大切にしていかなければいけない、同じ事業所だと思います。それなので、漁業者とまた観光業者っていうのがリンクしていくために、まあこれタラマソンはその辺の人数が少ないので、きっとできると思っていますので、僕もそういう形でいろいろ動けていけたらなと思っています。今日はそんなちょっと今までとは違う動画の発信でした。今日もありがとうございました。また次回。